アルバイトチャンネル。はい、アルバイトチャンネル上本です。清水です。今回のアルバイトチャンネルのゲストはスカウトマンのアルバイトをされていた飛鳥さんです。よろしくお願いします。お願いします。またまたですよ。またまたですね。スカウトマンは芸能系ですかね。違います。そんなわけない。そんなわけないです。そうですね。そんなデリヘルの内勤のバイトやってた人が芸能系のスカウトなんてやるわけない。え、どういうスカウトなんですか。ナイトワーク系ですね。キャバクラとか風俗とかに女の子を紹介していく仕事ですね。ほう。そっち系ですね。そっち系です。僕の得意範囲ですね。基本的にやることからお伺いしたいんですけど、やることは何ですか？もうやること基本はナンパと一緒ですね。ですよね。街中に立ってもう女の子に片っ端から声かけていって仕事を紹介していくっていう形ですね。折れない心が大事なやつですね。そうですね。本当に心折れちゃったらもうその日何もできないんで。基本的にじゃあ街歩いてる女の子に最近仕事どうなのみたいな話をして、でそこからもううまく仕事紹介するよって言って。連絡先交換してその子の希望を聞いて希望に沿ったお店とか職業に斡旋していく。どういう働き方がいいの、いくら稼ぎたいのみたいなのを聞いて、ね、夢はキャバがいいよ、風俗がいいよみたいなのを紹介していくお仕事ってことでいいですか？そうですね、間違いないです。それバイトなんですか？そうです。一応くくりがアルバイトになってて、社員扱いになるのが幹部っていう上の人たちなんで、もう 90% ぐらいの人たちはもうバイト扱いですね。一応。あ、そうなんですね。歌舞伎町とかにゴロゴロ転がってるスカウトたちは、はい、みんなバイト、一応バイトっていう感じで頑張ってるってことですね。そうですね。あれはどういう給与形態になるんですか？もう完全歩合制ですね。自分が紹介した時給とか全くなし？なしです。一切ないです。歩合の内訳を聞いてもいいですか？歩合内訳が一応2種類あって、はい、歩合で入ってくるのが風俗に紹介した子は毎月その子の売り上げの大体 5% から 10% ぐらいが手元に入ってくる、はい、キャバクラは買い取りって言って女の子の容姿のレベルに合った金額を入店させた時に一括でお店側からじゃあいくらでこの子買い取るよっていうのをもらうっていう感じなんで。なるほど。積み上げで入ってくるのは風俗で、はい、ショットで入ってくるのがキャバクラですね。どっちが美味しいんですか？いや、もう風俗の方が美味しいですね。じゃあやっぱり風俗を紹介するんですか？そうですね。もう圧倒的に可愛い子とかじゃない限りは風俗の方が紹介しますね。1回いくらぐらいなんですか？キャバクラに入店させたら。女の子の見た目にもよるんですけど、はい、まあ一番多い層で言ったら1回入店させたら2、30万ぐらい入ってます。はー、高っ。いくらぐらいですか？100万ぐらい入ってます。マジか。高いっすね。高いですね。ちなみにそれは何人声かけたら1人入れるんですか？入れるとこまででいったら正直50人に1人とかです。あ、でもそんなもんでいけるんですね。平均全体的に出したらそんなもんですね。調子悪い人がもう本当に100人声かけても1人も全然興味ない時もありますし。風俗の方は入れたら毎月どんぐらい入ってくるんですか？10人女の子持っていれば100近くは入ってくると思いますね。100万ですか？そうですね、100万近くは。いや、やっぱそうなんですよね。はい、だから女の子10人がそれぞれ頑張って風俗で働いたお金の数%をかき集めたら100万になったと。そうですね。で、それプラス他にも女の子を紹介したりとかっていうので、ね、トータルいくらぐらいになるんですか？僕はだいたい毎月150万ぐらい稼いでましたね。すごいね、やっぱスカウト。すごい。だって歌舞伎町で一番パッパラ金まいてるのスカウトですもんね。上の人とかになると月に数千万とかいう人もいっぱいいるんで。スカウトは風俗よりもややこっちはありますね。ありますよね。そうですね。いざこざが起きやすい仕事でもあるんで。怖い思いしました。一番やばかったのが、僕が面倒を見てた後輩の子がいたんですけど、風俗のバッグって12日間勤務をしたら発生するんですけど、その12日間勤務して発生した次の日に女の子を別の店に移動させるっていうのをやってて、それが発覚して、で直接指導してたのが僕だったんで、会社に呼び出されて、会ったこともないぐらい偉い人たちに囲まれてしばらくいろいろ説教されたことはありましたね。しかも会ったことない偉い人って多分相当怖い人たちですよね。相当怖いですね。本当にもう本当にそっちの方なんじゃないかなっていうぐらいの見た目の人たち 10人ぐらいに囲まれて。なるほど。まあ結構スカウトって若い人とかやりたがる人多いじゃないですか。はい、そうですね。一発逆転でお金ももらえるし、そうですね。夜の世界で過敏な格好に進める人多いし、ね、女の子と楽しそうだし、色恋管理とかもあるしとか、すごいいい側面見るじゃないですか。はい、何割失敗するんですか？9割ですね。始めたいですって始めて、それ1本で食べていける人は 10% ぐらいですかね。マジ？大体最初1ヶ月ぐらいやって現実見て、いやもういいっすってなっちゃう人が多いですね。それはやっぱ成果が出ないからってことですか？そうですね。やっぱ結構ハードな仕事なので、24時間勤務中みたいな仕事ではあるんで、そうっすよね。いつでも女の子に連絡しないといけないし、ね、ずっと声かけないといけないし、休む暇がないんで、結構そのギャップにやられちゃう人はいますね。なるほど。はい。疑問に思ったんですけど、はい、スカウトマンになるには顔とか関係あるんですか？いや、顔は正直もう全然関係ないですね。やりたいですって言えば誰でもなれますね。でもどうなんですか、結構売れてる人はそれなりに顔がいいというか。でもありますね、成功してる人たちトータルで見たらイケメンだなっていう人の方が多いとは思います、ね、ですよね。まあナンパしやすいとか、はい、女の子をこう管理しやすいですよね、やっぱり。あとやっぱお金あると身なりにお金しっかりかけるんで、ね、確かに。どんな人たちがやってるかって気になる人は歌舞伎町を歩いてみてください。そうですね、いっぱいいます。あそこら辺にいるのはキャッチか大体スカウトっすからね。そうですね、はい、このスカウトのアルバイトっていうのかなを人にお勧めするとしたら何てぐらいなんでしょう？80点ですね。ああ、やっぱ高いっすよね。そうですね。失うものはあるといえど、金は稼げるし、あと女の子とそんなに触れ合えるっていうのもいいっすよね。うん、僕は結構スカウトやりたいなって思ったんですけどね。ガッツがある人なら副業にはちょうどいいと思いますね。あとはちょっとそのね、後ろ暗いところだったりとか、そうですね。本当にしんどいよっていうところをちゃんと考えた上でやりましょうっていう感じですか。そうですね。スカウトってちなみに法律的には OK なんですか？アウト寄りのグレーですね。あ、そうなんですね。街中で声をかけるっていうのが迷惑防止条例、あれに引っかかっちゃう。やる街にもよりますね。歌舞伎町とか確かアウトですね。アウトですね。そこはバレないように。そういう失う側面もあるので、絶対いいよみたいな話ではないんですけど、こういうバイトもあるよみたいな感じで締めさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。アルバイトチャンネルでは視聴者皆さんにアルバイト辞典をプレゼントしています。バイト探しに役立つ情報が盛りだくさん。またアルバイトチャンネルの出演者も募集しています。詳しくは概要欄をチェック。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。またね。リサの一言。スカウトマンは芸能系しかいないと思ってたんですけど、世の中はいろんな人がいるんだなって改めて勉強になりました。